野球ファン怒涛の叫びウエストバント。今回はウエストバントの2人が怒涛の毒舌漫才を披露する。どうもウエストバントです。よろしくお願いします。頑張っていきましょう。いきなりなんですけどね、あるなしクイズってあるでしょ。あー、ありましたね。梅野にはあるけど坂本にはない、柿沼にはあるけど松川にはない、栗林にはあるけど中崎にはない。正解はある方には全部食べ物が入ってる、梅、柿、栗。ありましたね、こういうのね。そうそう、あれのオリジナル作ったんですよ。やります。まあ、クイズ得意なんでちょっと出してみてください。あー、じゃあまず1個目がね、強豪チームにはあるけど弱小チームにはない、強豪チームにはあるけど弱小チームにはない。はい、わかりました。まあまあ、まだ1個目なんで。1個目でもわかったから別にいいでしょ。1個目でもわかったんだから、1個目でもわかったからいいでしょ別に、うん、じゃあどうぞ。正解は勝ちパターン。なんでですか。強豪チームは逆転とか逃げ切りとかいろんな勝利のパターンあるけど、弱小チームは全部勝ち方一緒だから正解は勝ちパターンだろ。違います。あの、弱小チームにもいろんな勝ちパターンあるんでね。ないよ、弱小チーム全部一緒だよ。相手の先発の調子が悪くて早い回から大量得点するも味方投手も打たれ始めて逆転されそうになるがなんとか勝てました、やった。こればっかりだろうが。全部一緒だから、あとはたまーに他のチームが打てない守護神打ってするだけだから、この一勝は大きい、普段からやれよ。全部一緒だから、だから正解は勝ちパターンだろ。いや、だから違うって。勝ちパターン。いや違うって。いいや、勝ちパターン。いや、いいやとかね、違うって。パターン。違うって。ゲーム展開。いや、言い方じゃない、違うって。違うの。違うよ。あー、じゃあもう次行ってくれ次。じゃあ野球 YouTuber にはあるけどタレントにはない、野球 YouTuber にはあるけどタレントにはない。はい、わかりました。うん、じゃあどうぞ。やっぱりうるさい。そんなことない、結局うるさい。そんなことない、さすがにうるさい。違います。なんか絶叫しとけばいいなみたいなやつが増えて、あれはあれで面白いなみたいな風潮あるけど、やっぱりうるさい。そんなことない、女性視聴者がいない。そんなことない、女性も見てるから。見てねえよ、あいつらは野球選手に興味があるだけで野球オタクのおっさんには何の興味もねえんだから。いや、そんなことない。あ、冬場になると再生数が激減している。そんなことない、若くして SNS を始めてるからネットリテラシーがない。そんなことない、それがツイートに現れ始めている。そんなことない、鍵アカ引用リツイートが多くなっている。あ、鍵アカ引用リツイートが多くなっている。そんなことない、 DM でチャンネルを宣伝してくるやつはいずれ全員鍵アカ引用リツイートされる。そんなことない、鍵アカ引用リツイートが多くなっている。違うっつって。あ、違うの。違うよ。あ、違うの。じゃあもう次行ってくれ次。じゃあ WBC にはあるけどプレミア12にはない。はい、夢。そんなことない、希望。大会の価値、大会の規模。いやいや、そうだよ、 WBC はメジャーリーガー参戦楽しみとか言われてるけど、プレミアは、あ、なんか今年あんのかみたいになってるから夢。そんなことない、これからだから。熱量。どうしちゃったの。そうだろ、当てる気ないでしょ。当てる気あるよ、女の。自分の気持ち言ってません。自分の気持ちやない、クイズに正解したいだけだから。次言ってくれ次。じゃあミステリーにはあるけど野球にはない。はい、これは本当に分かりました。あ、じゃあどうぞ。正解は推理。なぜならミステリーは事件を推理するのも楽しいけど、野球に推理は必要ないから正解は推理。あー、残念、違います。そうか、選手のフォロー欄見まくって移籍先推理してくるうぜえ野球ファンとかいるか。やめてくれー、やめてくれー、おーい、現在進行形やめてくれー。ツイートしてくんだから、しまいにこの移籍には裏があるとか言ってくんだから、深読みしまくって、皆目見当違いの、皆目見当違い。答え、皆目見当違い。違います、全部皆目見当違い。違います。そうだろう、そのくせに選手側も素人評論家と仲良くなりやがって、プロ野球選手がいちいち言わないようなことを誰かがツイッターとかでポロッと書いたら過剰に驚くんだから。あー、すごい、そんなに考えてたんだ、あーだろ、は、あーだろ、あー、おっにきーだろ。やめとけよ、おっにきすごい、ヤフコメの一番上だーが答えだろ。皆目見当違い。違うっつって。違うの。違うよ。あー、じゃあもう次行ってくれ次。じゃあ球団公式アカウントにはあるけど、はい、采配批判。全部言ってない、リプライアンの采配批判。違います、さすがに罵詈雑言が過ぎる。そら、自分が監督だったら勝ってたという痛いやつ。そんなことない、わざわざサブアカを作って書き込んでいる。あ、鍵アカ引用リツイートが多くなっている。違います、鍵アカ引用リツイートが多くなっているだろう。
違う。鍵垢引用リツイートが多くなっている、それだろうが。違う、違うの。もう正解はね、正解なんてもうどうでもいいんだよ。もっとワードくれ、ワード。もっとくれよ、もっといろいろ。なんだ、露出の多い格好でピッチングする動画をインスタに載せる謎の女子か。プロスで強いから選手に通信も覚えるとかいうキッズか。選手とつながってることを匂わせ投稿する謎のインフルエンサーか。そういうのだよ、そういうの。もっとワードくれ。でも結構自分のことも含んでるでしょ。正解。どうもありがとうございました。